東日本大震災の非常に深刻な影響を受けた福島県相馬市の子どもたち の, 生きる力をですね、ぜひともこの音楽を通して育んでいきたいという思いからこの L システマジャパンの活動は始まりました。やはりその子どもたちが、音楽を通して元気になることによって保護者であったり周りの大人たちを勇気づけ、それが地域の復興につながっていくのではないかなというふうな強い思いを持っております。弾けるようになると嬉しくて、もっと練習しようと思う。と上手に弾けないと何回も練習しようと思う。緊張したりするけど自信持って弾けるようになるから嬉しいです。そうですね、やっぱりこういう形のものがそのにはなかったもんですから、これができたことによって子供もやっぱりこう毎週日曜日とかそういう時集まって練習するってい こう形がだんだんできてきて、でそれに伴ってお父さんお母さんなんかも親もやっぱり仕組みになってきて一緒になってやってるっていう感じを受けますね。はい、すごく楽しんでやってるんで私もすごく喜んでます。いやもう本当に最初はどうなるのかという気持ちでした。もう私なんかも無我夢中というのは正直なところですね。はい、でもここまで来るとは正直って思っていませんでした。何か思ったよりすごく進歩が早くて、はい、私もほっとしているところです。はい、いやベネディダのユースオーケストラですね、皆さんがもう250人の皆さんが来るということはもう本当に素晴らしいことで、まさかこの相馬にですねこれだけ のベネディダの皆さんが来て演奏するということはもう考えてられなかったです。もうぜひ楽しみに待っていたいと思います。今回の、モーションギャラリーによる、クラウドファンディングキャンペーンではですね、皆さん本当に相馬にぜひ来ていただきたいんですけれども、なかなかやはり相馬まで行けないという方にも向けてですね、たくさんのギフトをはじめですねパッケージを用意しております。ぜひとも応援いただければ嬉しく思っております。よろしくお願いいたします。